富士通アローズ解マイナスレイ 2G、ドコモスマートフォンアローズ NX 解マイナスレイ 2G は富士通によって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末であるドコモスマートフォンの一つ解マイナスレイ 5F の後継機種でアローズシリーズでは初めて WQHD 液晶が搭載されている 液晶は色や輝度の変化が少ない格子や角を誇る IPS 液晶を採用。YouTube の w q h d 動画視聴や w q h d サイズでの写真、動画撮影が可能なほか、4K 対応のビデオカメラで撮影し、SD カードに保存した 4K 動画の視聴に対応した。3G、LTE と Wi-Fi の同時通信、マルチコネクションに対応しており、 どちらかの電波が不安定な場合により、電波の良い方につなぎ、安定した通信を行うことが可能となっている。またサーバーへ通信するリクエスト数を増やすことで、3G、LTE や Wi-Fi 単独の通信も高速で行うことができる。インカメラは有効画素数が240万画素に向上したほか、レンズが広角になったことで、複数人数でも綺麗に撮影できるようになった。 また同梱の卓上ホルダにセットするとシアターモードからインカメラをセルフタイマーモードで起動することができ離れた場所に置いて撮影することが可能となっている端末のデザインは四隅をカットした八角形のオクタゴンフォルムとディスプレイの外周には強度に優れたアルミニウムを使用しアンテナの役割も果たすメタルエッジフレームを採用しているまたブラックのみ 背面にサラサラとした素材を使用し、わずかな凹凸をつけ、手に心地よく吸い付くようなデザインとなっている。静電容量を識別し、指でのタッチか手袋でのタッチかを自動的に判別するタッチパネルを搭載したことで、冬の寒い日など手袋をはめたままでもタッチ操作が可能となっている。また 700MHz の LTE 国際ローミングに対応している。キャッチコピーは、 世界最高峰の高精細ディスプレイと超高速、通信を楽しめる3日持ちアローズ。ドコモからのお知らせ、Android 5.0へのバージョンアップ予定製品についてお知らせ NTT ドコモ、AC アダプタ冷を使用時 WQHD 動画、録画時は、期待を。受信時、150Mbps。送信時、50Mbps 受信時。 14Mbps、送信時、5.7Mbps 対応プロファイル、HFP、HSP、DAM、OPP SP、SPP、HID、A2 ガ p バルシ PUBAP、PAN、HDP、AINP、FMP、PASP、PXP、CHIP、HOGUP 連続視聴時間、約520分連続視聴時間、約380分連続視聴時間、 約430分報道発表資料2014から2015、当春モデルの2機種を発売を知らせ NTT、ドコモ a b c d e f アローズ NX ス -02、G の製品アップデート情報をお客様サポート、NTT ドコモ。ありがとうございます。